神明神社のお船神事。牧之原市には、お船神事と呼ばれる民間神事が伝承されています。大江八幡宮、飯津沢の神社、鹿島神社、そして神明神社に伝えられています。それぞれの神事は、江戸時代からにぎわった大江港、川崎港、頼子港を守護する神社に奉納されたものです。この絵図は、田沼意次が失脚した享和3年に描かれた遠江海古石図絵です。2艘の船を先頭に、現在とそれほど変わることのない神輿の祭列が描かれています。ただ、現在と違い、この絵図では、お船は静かに担われ、神輿の先触れとして粛々と行進しているように見えます。時代が移り、現在のお船神事は、豪快に、あるいは、華麗に演出されています。神明神社以外の神社では、今でも、この祭列が伝承されていますが、神明神社では、お渡りがないため、練りと呼ばれる激しい演出が中心となっています。神明神社は、享禄3年、1530年に伊勢神宮から勧請されたと言われ、灰原地区最大の氏子を擁する神社です。享保年間にお船神事が始まったと伝えられますが、郷土史家の中村はじめ氏によれば、江戸末期から明治に始められたものだろうということです。では、実際の神事の様子を見てみましょう。
Yeah!
皆さんこんばんは。私たちは神明神社御船神事保存会でございます。奉納演芸プログラムの貴重なお時間をお借りいたしまして、神事をご披露させていただきます。皆様拝殿方向をご覧ください。今ライトアップされているのが神明神社の神明丸でございます。昭和11年に建造された船で今年78歳になります。結構なおばあちゃんでございますが、現役で元気に活躍しております。この船は江戸時代に金型輸送船であった800石樽海船の大変精巧な模型です。お船神事と申しますのは、この船を中心に繰り広げられる神事でございます。この神社のお船神事は牧之原市無形文化財の指定を受けていますが、江戸時代から現在まで受け継がれてまいりましたのは、ひとえに六部落の神明神社内小住の皆様のお力でございます。感謝を申し上げますとともに、今後もより以上のお力添えを心より申し上げます。